はいどうもパルでございますと、はい皆様新年明けましておめでとうございます。いつまで正月気分なんだこいつは。はい、まあこの動画がですね、新年一発目の開封動画ということでね、まあ改めまして新年のご挨拶をさせていただきましたと。今年もね、ガンガン開封動画を上げていきたいと思っておりますので、お付き合いいただけるとありがたいです。じゃあ早速ね、今回開封するものがこちら。はい、ラブライブアクリルトレーディングキーリングボリューム2、こちらの3つ購入してまいりましたので開封していきたいと思いますと。はい、こちらですね、スクエスの春の訪れ編の絵がまあこのグッズになっているっていう感じですね。まあ皆さんね、正月の季節といえばそう春ですね。ね、本当にもう最近ね、暖かくなってきたということでね。まあ、正月は完璧に春っすね。まあ、新春って言葉があるぐらいですから、そう、もう実質春。もう正月イコール実質春みたいなものがあるんでね。この季節にぴったりのグッズということでね、今回この3つを開けさせていただきたいと思います。では行こう。はい、じゃあ早速1つ目ですね、行かせていただきましょう。さあ、新年一発目の開封動画ということで、しっかりと推しのノンタンを当てていきたい。じゃあ行きます。3、2、1、はいと。お、ほのかちゃん、いや、いいね。新年一発目からほのかちゃん。いや、これは言うて幸先いいぞ、マジで。はい、ミューズのリーダー、ほのかちゃん当てられましたと。いや、いいね。このハートになってんのめちゃくちゃ良くない？可愛すぎる。ちょっと開けていきますか。はいはい、新年一発目の開封動画の1個目からいきなりミューズのリーダーほのかちゃんが当たってくれましたと。いやもう始まりはやはりこの子。いやもうそうなんだよね。もうラブライブの始まりはやはりこの子だし、僕の動画の始まりもこの子っていう感じでね。いやもう分かってんな、ほのかちゃんね。さすがなんで、ね、こういうところでカリスマ性が出てくるよね。もう本当にね、このほのかちゃんの太陽のような笑顔でね、もう春来たって感じ。もう春来た、うちに春来たわ。はい、じゃあそんなわけで一つ目はほのかちゃんが当たってくれました。ありがとうございます。いや、いいね。まさにスタートダッシュは切れたということで、はい、じゃあ二つ目見ていきましょうか。じゃあいきます。3、2、1、はいと。お、エリチ、いや来てくれた、エリチ可愛すぎる。いや、いいわ本当に。髪型これ最高すぎん。このちょっとまとめてプリンってなってるやつ。この尻尾みたいになってるのめちゃくちゃ可愛いよね。じゃあ開けていきますか。はいはい、二つ目はエリチが当たってくれましたと。なんかこう一国の王女様みたいな、そんな感じの雰囲気出てますよね。なんかこう、お姫様感がすごい。めちゃくちゃ可愛すぎるんだよな。あとかなんかこう、裏側っていうかこのエリチの奥のやつ、なんかこう、網目みたいな感じになってるのか。あ、ほのかちゃんの方もそうなってたのか。あ、ちょっとなんかちょっと、そこなんか見てなかったな。あ、これもなんかいいね。なんかデザイン的にすげえ、蜂の巣みてえだ。まあまあ春になるとね、蜂さん飛んでくるじゃないですか。でその蜂さんのね、この巣をまあ表現して、ここでも春らしさをなんかこう表してるみたいな、なんかそんな感じなんすかね。絶対違うな。まあでも言うてな、蜂の巣って結構ね、こう芸術的な目線でね、見られる時もあるんで、まあ本当に実際綺麗ですもんね。本当に、うん、綺麗でめちゃくちゃいいと思うんで、はい、じゃあその中で2つ目はね、エリチが当たってくれましたと。はい、じゃあ3つ目行かせていただきましょう。さあ、ノンタンは当たってくれるのか。ノンタンが当たってくれるとね、そう、のぞえりも揃えられるということで、最後見ていきましょう。さあ、3、1、ファイト。おわ、小鳥ちゃん、あれこれあれじゃね、1、2、1、2、3って当たってるな。マジか。あれでもさ、自分あれなんですよ、絶対に前から3つとかは取ったりしないんですよね。なんかそういう時ってなんか結構順番通りに並んでる可能性あるんで、前から3つとかって僕絶対取んないんですよ。そうなんですよ、僕そういう人間なんで。俺はそういう人間だ。これもしかしてあれかな、並び替えられたりとかしてたのかな。本当にランダムで撮ったんですよね。でね、このグッズを買った当日のことなんですけど、いちごさんっていう、まあ、この YouTube にね、動画上げているラブライバーの方がいるんですけど、まあ、その方にね、実は1個あげたんですよ。3つ買って、1個あげて、で、もう1個別の店で購入したんですよね。で、この時点で前から3つとかそういう次元じゃないじゃないですか。で、それで1、2、3って揃って、これ普通に奇跡なんだけど。待って、動画の一発目からマジで奇跡起きすぎなんだよな。はい、じゃあ開けていきましょうか。はい、そんなわけで3つ目は小鳥ちゃん、チュンチュン、小鳥ちゃんが当たってくれましたと。ほんわか。もう春の雰囲気にぴったりなんだよな、この子な。あー、もうあったかいわ、笑顔があったかすぎる。マジで部屋めっちゃ寒いからな。小鳥ちゃんのその笑顔、癒される。マジで温まれる。本当にありがとうございます。そして、まあまあ、ことほのですね。いいですね。もう一発目からね、ちゃんとカップリングを作ってくるあたり、本当に可愛すぎるんだよな。はい、じゃあそんなわけでね、最後三つ目は小鳥ちゃんが当たってくれましたと。はい、じゃあそんなわけで今回当たったのはこちらの3つですね。ほのかちゃん、エリチ、小鳥ちゃんということで、はい、まあナンバー的には1、2、3と揃ってくれたと。いや、マジで奇跡なんで、本当に。まあ冗談抜きで、なんだったらレシート見せようか。
はい、こちらですね、ゲーマーズとアミアミというね、二つの店舗で買わせていただきまして、まあ、同じですね、日付12月23日、12月23日で、まあ、こっちが先に購入した方ですね、まあ、こっちで、こちらですね、ラブライブ、アクリル、まあ、アクリルキーリングということで、こちらをね、まず3つ購入させていただいたんですよ。3つ購入させていただいて、そのうちの1つを、いちごさんにお渡しして、その後ですね、はい、その後にこちら、アミアミの方で、まあ、同じやつですね、ラブライブ、アクリルトレーディングを、まあ、1個だけ、その、なくなった分って言うとおかしいけどさ、お渡しした分、1個をね、まあ、補充したっていう感じですね。こっちでね、もう本当に別のお店で買ってそれで3つやってるんで、もう前から3つとかそういう次元じゃないんですよ本当に。まあそんなわけで新年一発目の動画からね、奇跡的な当たり方ができたということで、まあ最初の動画なんでね、普通に終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、 Twitter のフォロー、サブチャンネルのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。とではさよなら。